時代区分ごとに区切られた年表時代区分とは過去をあらかじめ定められた一定数の個々の時間のブロックへと分割する過程、あるいはその研究のことである。これは私学の研究分析をたやすくするために行われる。分割された時間にはその時代に継続的に現れる相対的特徴に基づき利便的な用語が付され、結果としてその時代を除実する抽象概念が生まれる。 しかしながら、大抵の場合において、期間の正確な最初と最後を定めることは、恣意的である。歴史とは、連続的で即断できないものであるから、あらゆる時代区分の方法は大なりこなり、恣意的とならざるを得ない。しかし、それが、どんなに不適で、不正確なものであろうと、時間が区分され、なお与えられないならば、過去は、単に散らばった事象に過ぎず、 私たちが理解できるような枠組みを持たないであろう。民族、文化、家族、そして個人でさえもそれぞれが異なった歴史を持っており、多くの場合、期待形的ではあるが、現代という枠組みと重複している。そして、時代の名称は常に疑問を投げかけられ、修正されていく。しかし、一旦確立した時代の名称は、利便性が高いので、 それを変えることは多くの場合困難である。時代区分の起源はイニシエにまで遡ることができ、その始まりは古代、ギリシアや聖書などといった西洋の伝統にある。ベルギリウスは遠い過去の黄金時代や歴史の循環について言及しているし、聖書では天地創造から世界の終焉までの物語を解説している。中世に広く用いられた聖書に由来する。 時代区分の枠組みの一つに、パウロによる、神学的な時代区分がある。それは三つに時代を区分するものであり、一つ目が、モーセ以前の時代、二つ目が、モーセの立法家の時代、そして三つ目が、キリストの時代である。しかし、中世に最も広く議論された、時代区分の枠組みは歴史を六つに分ける枠組みで、あるかもしれない。それにおいては、 アダムとイブの時代から現在に至るまでが数千年単位で分割され、現在こそが六番目の時代であり、なおかつ最後の時代であると唱えられた。区分された時間のブロックは重なり合っているだけでなく、互いに対立し、矛盾し合っている。文化的な用法をする者もいれば、著名な歴史上の出来事を目印にする者もいるも、交互上では否定的な響きを含む。しかし、 このような表現は決して学術用語としては使用されない。一方で、ゴシック建築は中世世紀の典型的な建築様式と言われているが、この用語の使用の際には中世という用語が本来持つ否定的な意味合いはほとんど失われ、新たな意味合いをだんだんと持つようになっていった。ゴシックとバロックという用語はどちらも、 以前の建築様式の人気がなくなり次の建築様式が流行するようになった期間に名付けられた。ゴシックという言葉は軽別の意味を含んだ用語として当時蛮族と見られていた北欧の人々に関するすべてを指して用いられた。この言葉を最初に用いたのはジョルジョ・バザーリであると言われている。バザーリは自身が芸術史や芸術家、建築家として生きた時代のことを 初めて、ルネサンスと表現した人物でもある。ジョルジョ・バザーリは、特に建築の分野において、自分が意義を唱えたいものを表現すべく、ゴシックという言葉を生み出した。バロックという言葉は、ポルトガル語やスペイン語、フランス語に共通して見られる、びつな真珠という意味の語に由来している。その語が初めて宝石製造業界の外で、使われるようになったのは、18世紀初頭の、 音楽が過度に複雑かし雑になってきていると批判を受けた時代であると言われている。後にその後は建築や美術の分野でも用いられるようになった。バロック時代は初め19世紀のことを指すものであったが、現在では1600年前後に始まったものであると考えられている。音楽史においては JS バッハが亡くなった1750年をもってバロック時代の終わりとするが、 美術師家たちはバロック時代の世紀はほとんどの面においてずっと早く終わっていると考えている。マルクス主義の唯物史観では社会は基本的に材料状態によってどのような場合においても決定づけられるとする。言い換えれば衣食住といった基本的な要請を満たすための生産関係のあり方によって定まるのだ。概してマルクスとエンゲルスは 西欧の物質的状況の発達は5つの連続した発展段階に分けられると主張した。彼らの理論では以下の5つの段階に分けられる。第1段階は大抵原子共産性と呼ばれているものである。それは以下のような特徴を持つ。第2段階は奴隷制と呼ばれるものであり、階級社会の始まりであると考えられ、私有財産が現れ始める段階である。 第三段階は、封建性と呼ばれるものであり、奴隷制社会が崩れた後に現れる。ローマ帝国の奴隷制社会が崩れた後に現れた、ヨーロッパの中世が最も明らかなその例であると言える。マルクスは、人間社会の発達の中でも特にこの時代に大きな注意を払った。彼の研究の大部分は、資本主義のメカニズムを分析することに捧げられた。資本主義は、 西洋社会において古来より封建社会が革命的動きを持つようになった際に突如として現れ猛威を振るう。資本主義においては利潤の追求こそが人々を支配し、濃度性和が介して民衆は賃金を得るべく資本家の下で働くようになる。資本家階級は世界中で自分たちの意のままにレッセフェールの動きを推し進める。資本家によって制御された議会では 法律は富を守るために制定されるようになる。資本主義は第四段階であると考えられている。それは資本家や商人の前身たちが封建制を放棄した時にブルジョワ革命を経て誕生する。資本主義は以下のように分類される。しかしマルクスによると、資本主義は奴隷制社会や封建制と同様に致命的な欠陥を抱えている。 それは内なる矛盾であり、これが資本主義の崩壊を生み出す。労働者階級というものは、資本家階級が商品の生産と利潤の追求のために生み出したものだが、資本主義の終焉をもたらすものたちでもある。労働者は自分たちが生産した価値に見合うだけの十分な報酬を得られない。マルクスが労働者階級に支払われなかった報酬と呼んだ残りの報酬は、 上与価値として資本家の利潤となる。資本家は自身の利潤を増加させるために労働者階級の賃金を下げる競争へと借り立てられ、階級間の闘争を引き起こし、労働者階級の目覚めを誘引する。労働者階級は労働組合やその他の方法を通じて自身が搾取されている階級であると気づくこととなる。古典的。 マルクス主義の観点によると、資本家階級に対する労働者階級の抵抗は、やがて労働者階級が生産に関する全ての力を握ることへと集約される。労働者階級が目覚めを経て、資本家に対するプロレタリア革命を成功させると、社会主義という第5段階へ至る。社会主義には以下のような特徴がある。マルクスは共産主義の最初の段階が、 社会主義であると説明している。これは、経済的にも、道徳的にも、知的にも、古い社会から生まれた名残が未だに見られる段階であり、労働者たちは、自身の労働に応じて、報酬を得るのを当然だと考えているが、各々の,の労働者の能力や、家族の事情が異なっているために、結果として社会が、どれほど労働者を支えても、不平等が発生してしまう段階である。 ヨーロッパ史学の時代区分が導入される以前に、現代の戦国時代が、当時の京都の公家たちに、戦国の世と中国の春秋戦国時代をなぞらえて、認識され、呼ばれた。さらにこの呼び名は広まり、武田信玄の甲州八都次第、第二十条に、天下戦国の上は、諸事を投げ打ち武具の用意寛容たるべしと使用された。明治時代に西洋学問として、 歴史の時代区分法を知るが、1873年、小学校参考書に先行的に、戦国時代が使用された。明治時代の歴史学における総合的な時代区分は、1903年、内田銀蔵により、西洋史学を当てはめる形式で、英語の歴史語もダメージを、江戸時代だとして、近世と訳式典にした。そして江戸時代より、前の時代はその時まで、 金庫とされていたが、英語の歴史語ミドルエイジを訳して、中世と命名した。さらにその、中世より前を一括して、古代と名付け、西洋史学三分法を適用して、日本史三分法を提起した。それが、研究者たちに指示され、近代を末に加えて、日本史学での日本史時代区分となった。考古学における一般的な戦史時代の時代区分は、材料文化や、 技術の変化に依拠している。石器時代や青銅器時代、鉄器時代といった区分や、そのさらに細分化された区分は、その時代の遺物の材料がどのように異なっているかに基づいた区分である。ここ数十年間の放射性炭素年代測定の発達や他の科学的手段の発達によって、多くの遺跡や人工物についての正確な年代測定が可能となったが、 これらの長期的な時代区分は今後も使用され続けると予測される。また、ある文字を持たない文化の歴史について近隣の文字を持つ文化が書き残している場合が多くあり、それらが時代区分に使われる日も来るかもしれない。何らかの出来事や短期間における変化が文化に対して非常に大きな影響を与え、歴史に急激な変化を引き起こすことがある。 これらの出来事や変化は、よく、前夜、後という語となって、広く使われることが多い。例えば、宗教改革前と、宗教改革後という表現や、植民地時代前と、植民地時代後といった表現がある。また、戦前と戦後という表現は、第二次世界大戦の前後を指す表現であるが、将来的には、第二次世界大戦という語を明示しなければ、 ならないように変わるかもしれない。ありがとうございます。